はい。というわけで、AKB48 の柏木由紀さんがね、もうすぐ卒業ということで、えー、その卒業を記念した番組、えー、柏木由紀の卒業旅行、えー、修学旅行をしてみた、みたいなね、配信がニコ生であったんですけども、まあその中でね、えー、ちょっとザワザワした出来事があったというか、えー、放送事故があったということで、ちょっと話題になってたんですよね。はい。というわけで、ネットラボさんの記事に来ております、えー。生放送で一番やっちゃいけない AKB48 メンバー生配信で放送事故、ファン騒然 そんなこと,あるということで、アイドルグループ AKB48 のメンバーによる生配信中に撮影許可を得ていないと見られる店でのロケが発覚し、ファンが騒然となりました。 えー、こんなアクシデントがあるとは、ということで、えー、ファンが騒然となったのは、2月3日にニコニコ生放送で配信された、柏木由紀さんの AKB4 テーの卒業を記念した生放送企画。柏木さん含む AKB メンバーが修学旅行に行くというもので、一部が無料で配信されました。配信中、観光地に訪れたメンバーの田口真中さんと山根鈴葉さんの二人は、許可いただいたみたいなので、と現地の土産店に入ると、店内を物色しながらトークをしていました。すると、店員らしき人物が、 現れ断りもなく何しているんですかと2人に忠告撮影許可をもらっていたと聞いていた2人はえっと驚いて様子を見せるもすいませんお店間違ったみたいでごめんなさいと謝罪しました、えー、その後スタッフが登場し店側に謝罪する事態に発展しています突然の出来事にファンからは放送事故そんなことある泣きそうガチでヤバいやつ2人のメンタルが心配こんなアクシデントがあるとはスタッフさんしっかり きちんと確認してくれといった反応が寄せられました。その後、数分間の中断を得て配信は再開。二、えー、人はちょっとスタッフさんとお店の方の連携がならなかったなどと事情を説明し、揃って頭を下げました。田口さんは生放送で一番やっちゃいけないそれをお店へ いたしたんですけどこれもリアルということでと仕切り直しの姿勢を見せるとその後は許可を得た店でロケを行っていましたということでございますはい、まあ、内容的にはね、えー、ロケに行って卒業前に思い出を作ろうみたいな感じでねその様子を生配信するということで自分もね、えー、その生放送を見させていただいたんですけどもまあ、番組自体はすごく面白かったですしまあ最後はねこうユキリンから えー、後輩への思いだったりっていうところもね、話す場面があったりとかで、ね、感動もあったりとかして、すごくいい配信だったんですよね。まあ、そんな中ね、こう話題になってしまったのが、先ほど紹介した記事にありましたけども、ゆきりんグループとの撮影とは別班で動いていた、山根鈴葉さんと田口真中さんの二人が、お店の中に行って、実際に、えー、その、お土産をレポするみたいな感じの、生放送中の出来事だったということですよね。 いやーこれに関してはね、お店の許可が、ええー、取ってなかったっていうところでスタッフさんが悪いよなっていうふうに思うんですけどね。まあ、なんかこう、お店との連携が取れていなかったという話が出てましたけどね。まあ、これね、あのー、自分たちもユーチューバーということで、まあ、外で撮影とかもするわけですよ。まあ、こういう場所に行ってね、実際に撮影したいなとかってなったら、まあ、本当に、 よくね、番組でもありますけども、実際にその行きたいお店に電話を事前に取ってですね、えー、ないついつに撮影をしたいんですけど、大丈夫ですかと。で、周りにいるお客さんとか映らないように、自分たちだけで、えー、撮影をして、で、ご迷惑がかからない範囲で、こう、お店の中を撮影したいんですけど、みたいな感じでですね、許可取りをお店の方と連絡を取ったりとかね、えー、メールだったり、やり取りをして、 あ、いいですよってなったら撮影に行くという感じで、うちらもやってるんですよ。まあ、なのでそういうのをやってる身からするとですね、まあ本当にこう、結構大変なんですよね、そういう許可取りするのって。まあなのでやりたいことはあってもですね、実際にこう、どうやっても撮影ここ無理そうだねっていうのは本当にたくさんあるんですよね。 うちらのチャンネルでもですね、えー、以前ありましたけども、実際にね、お店の許可を取った上で撮影に行ったんですけども、一部の人しかそれが共有されてなくてですね、実際に行って撮影をしていた途中で止められてしまってですね、撮影できなくなって、没になるみたいなことがあったりっていうことも、実際にあったことがあるんですよ。まあ、だから、それが生放送ってなると、まあ、そういうこともあるよね、というふうにね、あのー、思ってしまうところではあるんですよね。まあ、ただですね、一 YouTuber とは、 ね、こう違うわけなのでしっかりとした会社でのね撮影っていうところでたくさんの人が関わってる中で、えー、こういう形っていうところなので本当にこれはねちょっとあってはいけないよねっていうところではありますけどね、うん、まあそれはお店側的にもね勝手に撮影されたら いやー、怒りますよねっていうのも当然ですし、まあ何も知らない演者の二人がですね、一番怒られちゃうわけなんでそういうところに関して言うとね、まあこれはお店側的にも本当に迷惑だし、演者も気分も悪くなってしまうっていうね、一番やっちゃいけないところだよねっていうところなんですよね。まあただね、その放送事故があった後でも、しっかり気持ち切り替えてやりきるっていうのはやっぱりね、こうアイドルだなというふうに感じましたね。 こう、その番組内の中ではですね、モブメンバーみたいな感じでですね、二人は言われてこう、配信してたわけなんですけども、しっかりとその辺もこう、ね、なんかあった時に対応できるメンバー二人でよかったよなっていうふうに思いましたよね。久しぶりにね、放送事故を見たなっていう感じでしたけども。まあ自分もね、そういった形で、まあ動画だったり生配信とかもやってるわけなんで、まあ今までもね、あの事前に連絡を取ってですね、 いいですかみたいな感じで許可取りとかしてたりはするんですけど、改めてその辺も一 YouTuber だけでもしっかりやらないとなっていうふうに思いましたよね。特にね、本当に YouTuber なんて許可なしに取るみたいなことザラなんですよ。 あの、本当にね、迷惑系 YouTuber ってそういう感じだと思うんですけど、ちゃんとね、うちらもそうなんですけど、ちゃんとやってる人がやってるので、そういうね、悪いところだけが切り取られてしまうのが本当にね、残念だなっていうふうに思うんですけど、うん、まあその辺もね、あの、うちらのチャンネルもそうなんですけども、長くやっていくためにもね、しっかりとやっていきたいなっていうふうに、これを見てですね、改めて思ったなという感じでございます。まあちょっとね、YouTuber っていう、撮影も、裏方も、全部自分たちでやるっていうところも、込みでね、 自分たちをやってるんで、まあ特殊な自分たちみたいな人間のね、感想にはなってしまいましたけども、まあこれをね、この生放送を見ていた方、実際に見ていてどう思ったのか、その辺も含めてですね、コメントで教えていただければいいなというふうに思いましたね。はい。まあそんな感じでですね、まあ自分たちも気をつけて、しっかりとその辺は ちゃんとね、許可取りをして撮影しないとなっていうふうに改めて感じたなというふうに思いましたし、改めてね、AKB メンバーね、あの、ちゃんと対応していてすごいなっていうふうに思ったのがあったので、うん、なんか頑張ってほしいなというふうになったというかね。はい、そんな感じでございました。というわけでね、久しぶりに AKB48 のちょっとした、えー、アクシデントがあったよっていう動画でございました。ぜひね、コメントもお待ちしております。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。<music>